今日は雨も降らずちょうどいい、ちょっと蒸し暑いですけれども、皆さんここでエネルギーを爆発させて、皆さんの演奏を聴いて、涼やかな気持ちになれるようお聴きください。それではよろしいですか。それではお待たせいたし、お待たせしたと失礼いたしました。それではお待たせいたしました。街中コンサート in 昇降寺、記念すべき20回目のコンサートの幕開けです。どうぞ。
皆さんこんばんは、松田浩二です。こんばんは。あ、そうだ。でも久しぶりに昼間ですから、こんにちは。こんにちは。本当に街中コンサートで呼んでいただきましてありがとうございます。僕松田浩二、そして、今日は千鳥クアルテットの皆さん、そして、ギターは高木大輔。今日はハーモニカと弦楽四重を聴いた、こういうコンサートなんですけれども、去年あのポンポルフーズさんでコンサートさせていただきまして、その感じでじゃあ今度お寺でやるからおいでとか、させていただいたんですけど、こんなにたくさん来ていただくとは僕は全然思わなかったですけど、びっくりしましたという、さっきSNS で友達に送ったら、ニューヨークからすごいねとかっていう声がありました。僕らも今日は思いっきり楽しんで、皆さんも楽しんで、ゆっくりしていってください。では1曲目は、小僧の行進という曲をお送りしました。2曲目はレイ・チャールズの、ジョージア・イン・マイ・マインド。Thank you.
僕たちは、2日前に東京から車で、2台の車で、上信越の方から富山に向かって、行きました。で僕は、中央道から、松本からずっと富山に向かってすごい山を越えてやってまいりました。でちょうど2日目は雨が降っていて、東京の方はすごい雨でした。でもこちらについて、もう昨日から晴れて、僕らは晴れ、僕は晴れ男、千鳥さんはみんな晴れ女らしいですで今日はこういう仏さんの前で演奏させていただくという、また晴れました。本当に日頃の行いがいいからこんなことになるのかなと思います。で高木君です。元気、一番若い高木君30歳ですでは次の曲は映画音楽の中から、チャップリンのモダンタイムズという映画があったんですけど、その中の有名な曲なんですけど、スマイルというこういう笑いのね、あれです、お笑いじゃないですけど、スマイルという非常に綺麗なチャップリンが作った、